ヘレン・ベーテス・チェナリー・トゥイーリは、アメリカ合衆国ニューヨーク州のニューロシェル出身のサラブレッド競争場のオーナーブリーダー。通称、ペニー・チェネリー。父であるクリストファー・チェナリーから引き継いだ、競争場生産牧場メドーステーブルを運営し、1973年のアメリカクラシック三冠馬、セクレタリアとを生産した。2010年にアメリカで公開された映画、セクレタリアと、 奇跡のサラブレッドでは、劇中の中心人物として描かれている。クリストファー・チェナリーは3人の子供を設けており、ヘレンはその末っ子であった。バージニア州で育ち、1939年に、同州のマデーラスクールを卒業、スミス大学において、文学史の学位を収め、その後コロンビア大学ビジネススクールへと進学した。同大学で、後の夫であるジョン・トゥイーディ・ジュニアと出会い、 1949年に結婚、まに4人の子を設けている。1968年2月に父クリストファーが病気のためニューロシェルの病院に入院した。この頃クリストファーが創設、運営していたメイドーステーブルは経営状況が悪化しており、ヘレンの軽視は父が死んだ際には牧場を売却することを検討していたが、ヘレンは主婦の見ながら、 牧場の相続を申し出た。クリストファーは、その後1973年1月に病院で没死している。しかしヘレンが引き継いだ直後の1969年に牧場と25年来の付き合いであったケイシー・ヘイズ長教師が引退してしまい、牧場は運営を補佐する人物を探す羽目となった。ヘレンは、クレーボーンファーム牧場長のブルハンコックに意見を求め、 そこでハンコックに紹介されたロジャーローリン長教師を牧場に招き入れた。ロジャーは経費削減などに努め、牧場の経営状態を上向かせることに成功した。1971年にロジャーはよそへ移籍し、自分の代わりとして父であるリュシアンローリン長教師を紹介した。リュシアンの調教はすぐに功を奏し、1972年に自家製産場のリバリッチが、 ケンタッキーダービーで優勝を果たしている。1973年、やはり自家生産馬のセクレタリアとが、アメリカクラシック三冠全競争を制し、史上9頭目のアメリカ三冠馬となった。記録上では、セクレタリアとの直接の生産者名義は、父クリストファーであるが、競馬評論家のウィリアム・ナックの著書によれば、母馬サムシングロイヤルにボールドルーラーを配合する。 決定を下したのはヘレンであったという。サムシングロイヤルはニ度ボールドルーラーと配合されており、セクレタリアとの全アネザブライドは繁殖品馬として好成績を残している。その後も競争馬の生産を続けており、その他の代表的な生産馬にニューヨーク州産馬として初めてエクリプス賞3歳品馬を受賞したサラトガデューなどがいる。 セクレタリアとの生産は競馬サークルにおけるヘレンの地位を大いに高めた。1983年、ヘレンはフォア号の生産者であるマーサー・エフゲリー、ケルソの所有者であったアレール・デュポンラと共にジョッキークラブにおける初の女性会員として承認された。また1976年から1984年にはサラブレッド生産者、バシ協会の会長を務めている。 他、1982年には、引退競争馬保護機関のサラブレッドリタイアメント財団の創設にも寄与した。長年の競馬産業への貢献に対しては、2005年にエクリプス賞功労賞として表彰を受けている。2010年公開の映画、セクレタリアと奇跡のサラブレッドにおいて、大ン恋憤するヘレンは、物語の主役として描かれている。同映画には、 ヘレン本人も亀を出演している。ペニー・チェンリー、オーナー・オブ・ザ・トリプル・クラウン・ウィナー・セクリテリット、ディエス・アット95、ザ・ニューヨーク・タイムズ、2018年11月11日、閲覧。 c l a s s i c l a d i e s b l o o d h o r s e c o m h ッ t p e n n y c h e n e r y t o r e c e i v e c l i p s e a w e r d o f m e r i t a b o u t c o m h ッ t s-e-c-r-e-t-a-r-i-a-t-i-m-t-b.com ありがとうございます。